んばんは、岩田敦です。チュチェ思想の第2回目に入りたいと思います、昨日はですね、この戦略の基本、孫子について語らせていただきましたけれども、今度ですね独裁者の著作を読み解くことについて今日は語ってみたいと思います。どういうことかと言いますと、20世紀の独裁者、例えばヒトラー、レーニンといった人物はですね、毛沢東もそうですね、といった人物は自分自身で大量のパンフレットとか本を書いています。例えばヒトラーで言うならば、ヒトラーの政治思想を読み解く上で無視できないのは、我が闘争というヒトラーが牢獄の中に入りながら書いた本です。で、レーニンであるならば、膨大なレーニン の全集がございますけれども、この中でいくつか重要なものをピックアップして読んでいく必要があるだろうと。私はレーニンの中で一番レーニンの政治思想をですね読み解く上で重要だと思っているのは、レーニン全集の第5巻何をなすべきかという本です。実はこの何をなすべきかという本なんですけど、このタイトルですけれども、これはレーニンが一番好きだった小説、ロシアの革命小説何をなすべきかのそのまんまのこのパクリなんですけれどもね。でもこれを読むとですね、レーニンというものが共産党というものを作って、人民をですね、たとえ言うことを聞かない人民がいてもですね、それを圧倒的な力でですね指導していくと、指導という名のもとにですね、まあこう強制力を働かせていく、もっと言うならば無理やり従わせるということは正しいんだということを書いてある全体主義の論理というものが見えてきます。ヒトラーの本を読み解くならば、ユダヤ人に対する憎悪というものが見えてきます。でそれらをですね、真面目に考える、多くの人はですね独裁者の著作に関してですね、あまり真面目に受け合わない、ね、ユダヤ人殺すなんて言ってるけどそんなことできるわけないよとか、レーニンがこうやって言ったってそんなこと現実にはやらないよ、そんなそこまでのことをやる人たちじゃないよというふうに、簡単に見なしてきたけれども、20世紀の歴史を読み解いてみると、独裁者は自分たちの著作に記した思想に従ってですね、その国を率いようとしてきたという現実があります。じゃあ北朝鮮のこの顔を知りですね、彼を知りと言った時の、このここが北朝鮮にしたならば、北朝鮮を知る際に何が一番大事になってくるかというと、それはこの金正恩著作集だと、まずはですね読むことになる。でこの中に不思議なキーワードというふうに書いておきましたけど、この中にこういうふうなことが書いてあります。先軍は、先軍というのは軍を先にするということですけど、我々の自主であり尊厳であり生命です。自主、自主というのは己に主の自主。我々はかつて軍事力が弱かったため、国を全て失い植民地奴隷の悲惨な運命を強いられた血と涙の歴史的教訓を忘れてはなりません。軍事力が弱ければ自主権と生存権も守ることができず、最後には帝国主義者の餌食になってしまうのが今日の厳然たる現実です、と書かれています。この中で私がやっぱり気になったのは自主という言葉なんですね。ここを独立というふうに書けばいいのに、なぜ自主というふうに書くのかなというのが読んでいた時に非常に疑問だったんです。でこの北朝鮮の本をですねいろいろ読んでいると、チュチェ思想というものが国の根幹にあるということが分かってきます。でもチュチェ思想、私もですねこのチュチェ思想と言葉として聞いたことはあったんですけれども、一体これがどういうものなのか、どうやって調べたらチュチェ思想というものの本質に迫ることができるのかっていうのはちょっと分からなかったんですけれども、分からない時はですね、とにかく、まあ、私の場合ですけど国会図書館に行って、そのチュチェ思想について書いてある本、雑誌をですね全部とりあえず調べてみるというところから始めようと思いまして、チュチェ思想について書いてある本っていうのはそんなに多くないんですけれども、雑誌は結構あった。でその中で見えてきたのがですね、これはどうもこの北朝鮮の中のですね、彼キム・ジョンウンが作った思想ではなくて、キム・ジョン・イルと彼のお父さんの方の世代で作り上げた思想であるということが見えてきました。そしてその名前はキム・ジョン・イルと言ってるけれども、実際にこのチュチェ思想というものを作った人間はファン・ジョンヨプだということも分かってきました。それによってですね、ファン・ジョンヨプの本とキム・ジョン・イルの著作の中からチュチェ思想について書いてある部分を、まあ、徹底的に読み込むことから北朝鮮の論理について知ろうというふうに考えたわけです。
明日以降ですね、チュチェ思想について具体的に、掘り下げてみたいと思います。この番組を続けていくためにですね、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いします。